年齢的にも僕ら来年30なんで、ちょっと一回結果出したいっすね。はい、毎度お願いします。お願いします、ね、いやいやいや、お前俺はチェホンマンか、ね、どうもところでお願いします。新婚で家に帰ってきた時にね、奥さんがお帰り言うて、今日はお風呂にする、ご飯にする、それとも私みたいな、よくあるやん。あるな、あれちょっと今日味合わせてよ。あ、オッケーオッケー、じゃあ俺山でやる、嫁はんするわ。頼む。トン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 トお二人は大阪はちょいちょい帰ってきたりはしてるんですか？いや、最後帰ってきたらもう2、3年前とかじゃないですか。確かにな。もう、ほんまにこういう、もう世間がこうなってからはほんまに全然帰れてないですね。はい。そうだね、確かに。だからほぼもう社会人に身を入れてなかったですね、4年目は。まあそうなりますよね。はい。いや、まあなりたいなって気持ちはありましたけど、その最後の一歩踏み出せずに、はい、もう安牌切って、やっぱ社会人で親に迷惑かけた分お金返していこうかなみたいなことを思ってましたけど、やっぱ一言芸人やりたいって言われた瞬間に、あかん、やりたいってなってそっからもう、だからその社会人の時に当時付き合ってた彼女がいて、彼女がお笑い好きでデート行くたんびにお笑いの話されてたんですよ。それで腹立って人気は芸人やるわで始めたのがきっかけです。はい、じゃあ芸人やるわみたいな、ちょっと軽いノリやったんですけど、こいつが乗っかってきて、はい、その月のその年の4月にはもう養成所行ってます。だからその正月にその話されて、初出勤の5日ですかね、5日にはもう会社に、すいません僕芸人になりますって言いに行ってました。ネタで結果出さないと、なんか他の芸人はなんか認めてくれない感じあるんですよ。なんかネタ以外で世に出るやつって結構まあ芸人もいるじゃないですか。芸人同士どこがやっぱネタできるやつが認められるみたいな。まあ、まだまだ若手ですけど、辞めていく動機はめっちゃ多いですね。そうだ、7年目がなんか、まあ、年齢的にも僕ら来年30なんで、ああ、はいはいはい、ちょっと一回結果出したいっすね。で、そこに事務所の後輩の心が出てるんですよ。はい、うん。で、割と最近ちょっと可愛がって、なんかたまにね、話に出てきますね。で、あいつら心ネタがさ、今だから特攻服着て漫才とかやってる、ね。うん、もうやんちゃだね。そう。なんでそのネタかっていうと、あいつらも本当大阪でとにかく悪くて。うん。悪いってのはもう不良だよね。結構悪かったでしょ。ああ、ね。ヤンキーってよりは、だからもう不良の感じ。本気のこの、ね、族みたいな。気合入ってる。うん、そう、感じ。で、ガタイのいい、コアモテの山でやってるやつと、はい、小柄のもうキャンキャンうるさい荒木っていう、うん、本当に、
ヤンキー漫画出てくる感じのザ不良漫画出てくる感じの絵に描いたような二人なわけ。もうほんま剣道しかやってなかった。だからむちゃくちゃそのバトルスタディーズむちゃくちゃ入ってくるんですよ。こんな先輩おったわみたいな、えぐいやつおるやんみたいな。うちも剣道部強かった。あ、ピエールさん強かったんですよ、ね、はい、今年29ですね。あ、じゃあ僕剣道部明日の始球式もちゃんと僕じゃあストライク決めて行く。ストライク行く。で表彰式もストライク決めるわ。表彰式もストライク決めます。僕はほんまに明日よろしくお願いします。お願いします。震えてましたね。こんだけマイク反響するんだ。遅れてくるから。遅れてくるから。ありがとうございました。後ろ、俺にするって。同じようなボケ連続でやめてくれる。引き出し大きい引き出し1個しかないから。いやでもやばいな。M1 もし優勝してもあれやるな。やるね。もう出演番組全部キャンセルされるんだよ。それまいったな。どうした？俺はあの空気がボケれない。その審判の人に何かやられますかって言われて、いやまずはキャッチャーがちょっと何か一言言うと思います。じゃあその時にプレーボール言いますみたいな。ちゃんと取れたしな俺。めっちゃ汚れたし。もうええ。センターバック続きの心臓のことネズミぐらい早かったから。
言っていいんかなっていうそのネズミぐらい話してました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今後は、まあ、芸人なんでネタをしっかりやるっていうネタですね。とにかく M1 で決勝に行って行きたいですね。はい、ほんまに M1 決勝ってやっぱり改めてこう考えたらめっちゃかっこいいところなんで、そういう舞台で、はい、かっこいい姿見せたいなとは思います。僕もっといろいろな人のネタとか見て研究してやりたいですね。